ド激辛ジョニーズ今日もみんなの死に火をつけちゃう。やってきました。今回は激辛台湾ラーメンということで二世石神井店さんに参りました。はい、でどうやらねこれ話を聞くとですね、現在なんと大食いキャンペーンみたいなのをやっておりまして、でなんか10杯食べると無料っていうこのなんかキャンペーンやってて、 YouTuber はチャンネル登録者数1000人以上で1000円になるらしくて割引で、はい、で僕今回ちょっと大食いやろうかなと思って今日来たんですけども、なんとこのね後ろに映ってるこれを見たらね、とんでもねやべえあの辛いものを発見したんでね、今日はちょっとこの新ギネスというこのめちゃくちゃ辛いマックスレベルのやつをちょっと食べようかなと思って、これはねスープまで完食で無料と制限時間は30分とか書いてあるんですけども、今日はちょっとね大食いではなくてこちらの、新ギネスをねこう食べてギネス記録作っちゃおうかなという意気込みでございます。これねマジでヤバいらしいです話を聞くと、めちゃくちゃ辛い唐辛子ブートジョロキアとキャロライナリーパー入りなんで、今日はねここに命を置いていくつもりでやっていきます。それでは行きましょう、レッツゴー。むしゃぶるいしております。おー新ギネス来ました。はい、よーいスタートです。いただきます。さあミスイさん、新ギネスラーメンさん、お手並み拝見ですよと。おー、これ刺さってるのはこのね青唐辛子らしいです。抜ける辛さ、うん、名古屋で食べたあの台湾ラーメンエイリアンより全然辛いですね、これ。ニンニク風味が効いて香ばしいですね、美味しいですね。さすがキャロライナリーパーとブートジョロキアを使ってるだけあってしっかり辛い、そして麺に絡みつく、しかし箸が止まらない。うん、うまっ。麺はだいぶ終わりました。残り数です。これ暑さとの戦いですね。あっちこれ今目に跳ねたんですよ、これめっちゃ不思議です。最高記録6分らしいですけど、とんでもねえ化け物だな6分って。汗辛いし、なんだろう、やばい。下に行けば行くほど辛さの濃度が濃くなってきますね。うん、たどり着いた新境地、残すところは残りわずか、スープとこの青唐辛子を食べ干してこの激辛バトルに切りをつけたいと思います。青唐辛子、
あごちそうさまでした。ありがとうございました。記録は残り11分53秒残して、クリアとなります。いやーだいぶ手こずった。さすがギネスだけあってね、辛さもギネス級でだいぶパンチ効いてます。早速辛さレベルの発表していきましょう。辛さレベル、じゃん、じゃん、辛さレベル8でーす。おめでとうございます。ブートショーケアと、キャロライナリーパーを使っているだけあって、グサッ、なおかつドシッとくる辛さで、非常に食べ応えのある一品でした。味の方もギネス級にうまくて、ニンニク風味が効いた、感じでね、本当にうま辛台湾ラーメンという感じでした。今まで完食者がね50人中11人、はい、それぐらいの辛さなので、うかつにチャレンジしたら帰るうちにされますと、これ、ね、自己責任ですからね、はい、といった感じで食べてまいりましたけども、ということで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 投稿も更新しますんでフォローお願いします。汗もギネス級だぜ。